ど、サンデーって言葉わかってるみたいだよね。 IQ が高いんだね、きっと。私はもう帰るね。うい、バイバイ。トーリちゃん、不思議そうにしていたね。ああ、珍しいね。どうしたの？ほんと、珍しいね。いいよ、どうせ暇だし。分かった、着いたらまた連絡くれるかな。ホテルは目の前だから。だね。いや、ん？神崎千尋です。で、こっちが黒猫のサンデー。どうも、御木村です。ダチって友達？恋人？なんだ、そう。通りががっかりするだろうね、もしそうだったとしたら。そうかもしれないですね。ようっていうのは神崎さんもってことなのかな。じゃ、ご飯でも食べる？土曜って半日で終わるんだよね。うんうん、ご飯食べよ。ファミレスも結構美味しいよね。そうかな、そうかな。まあ、母さんが作ってくれるのには劣るかな。で、話って？まずは食べてから。健啖家だね。はん、朝抜いたから猛烈です。なんで知ってるの？そっか、御木村さん、マージを使ってるんだ。まあね。
ああそうか、誰かがいるなと思ったら京介くんだったんだ。あらら、三木村さん本当にそんなことしたんだ。うん、参ったな。そんなに深刻になることないよ。だって結局は現実に転化しなかったんだから。そうだね。あのね、私思うんですけど、マージってきっと可能性を探すものなんだよね。そう、必ずしも過去を変えられるわけじゃないとすると、多分そうなんじゃないかと思う。可能性か。ふん、なるほど。じゃあ僕にはあの時ああいう結果を引き起こす可能性がなかったってことだな。ワクワクしながら新聞なんか読んだの初めてだったんだけどね。可能性、可能性ね。けど僕は可能だった。つまり人殺しがあの少年時代の体でナイフ一本を持って。簡単だったよ。実際簡単だ。その気さえあればサクッとやれば赤いリボンが空中で結ばれる。昼間だったら綺麗なものだったと思うよ。うん、花火よりずっと綺麗だ。なんてことを言ってるとまるで僕は異常者みたいだろ。あれは夢の中だと思っていたからだよ。決まってる。マージなんか真実信じ込んでいたわけじゃない。とにかく現実にはならなかったのだから、その理論で言えば僕には意志が欠けていたんだろう。あの女性を殺すという意志が。その一点においてあの出来事には可能性がなかったということだ。けどね、危ないよ。さっきから聞いてるとどうも楽しんでるみたいだから。まあね、けどあれは夢の中だと。私はよく知らないけど、マージの夢ってすごい鮮明なんでしょ。だったらいくら夢だと思っていてもそんなことできる人そうそういない。そうかな、そうかな。うん、うん、そうかもしれないね。自分を分析すると。金脈って探し当てるものでしょ。ん？きっとマージもそれに似てる。だからその夢の中での行動はいつか現実を掘り当てるかもしれない。動物をいじめるみたいに楽しんでいるなら、三木村さん、考え直した方がいいですよ。そうだね。
三木村さんってヤバい人なの？たまにはね。それじゃ、私はもう帰るね。じゃ。もうやめる。確認だけど、お兄ちゃんもそれを望んでいたんでしょ？お兄ちゃんの言う人殺し、それから逃げ出さないってこと。少なくとも逃げる先は私じゃない。そう考えていいの？そう。
っぱりお兄ちゃんに特別な人ができたのは本当みたいだから。だからもうやめるの。続けているうち私のこと女として愛してくれるようになるんだって思い込もうとしていた。私が言ってるんだから間違いないの。本当言うと分かっていたことだから。けれど諦めきれなかっただけで、どうしても諦められなくて。私本当にそういう人間だから、バカみたいに諦め悪くて。普通の兄弟であることを捨てても放棄できなかった。そうなる。寂しいね。じゃあ戻る。少し引きずりそうだけど、その間に心変わりを待つくらい私は未練がましいから。珍しいね。